エドガー・マルティネス、エドガー・マルティネス、エドガール・マルティネス、1963年1月2日帯は、アメリカ合衆国ニューヨーク州ニューヨーク市出身、プエルトリコ育ちの元プロ野球選手、指名打者、三塁手。1987年から2004年までの18年間に、渡りシアトル・マリナーズ一筋でプレーした、フランチャイズプレイヤー、MLB の歴史上で、 実質的に初めての本格的な指名打者と称されており、特に1995年後はほぼ指名打者で起用された、その功績を称えて2004年から MLB の最優秀指名打者賞がエドガー・マルティネス賞に改称された。いとこのカルメロ・マルティネスも元メジャーリーガー、1963年ニューヨーク州に生まれた、に行われた。 ピッツバーグパイレッツ対ボルチモアオリオールズのワールドシリーズをテレビ観戦したことがきっかけで野球に興味を持つようになる。プエルトリコ人として育ったということもあり、尊敬していた選手はロベルト・クレメンテであった。プエルトリコのアメリカン大学を卒業後に三類種としてシアトル・マリナーズと契約した。マイナーリーグで着々と成績を伸ばし、9月に メジャー初昇格。9月12日のシカゴホワイトソックス戦、キングドームで、ダイソーとして、メジャーデビュー。トリプル A 級のプレイオフが始まるという中での、メジャー昇格であった。2日後の14日に三塁打を放ち、メジャー初安打を記録した。は、飛躍が期待されたが、故障し、トリプル A 級カルガリーキャノンズで開幕を迎えた。トリプル A 級カルガリーでは打率。 363を記録し、リーグの首位打者を獲得。よくはメジャーで開幕スタメンを飾ったが、成績が安定せず、シーズン途中でトリプル A 級カルガリーに降格。メジャーのレギュラー定着には、時間を要すも、冬のプエルトリカンリーグでは打率。424と結果を残した。開幕をメジャーで迎えると、打率3割、リーグ3位の出塁率。 397を記録するなど打撃面で高成績を残し、そのままメジャー定着を果たした。よくも活躍し、150試合に出場して、打率3割、出塁率4割を記録する。打率343で自身初、マリナーズ球団史上初となる、首位打者を獲得。右打者の首位打者としては、のが打率353で、 主位打者になって、以来の高打率での主位打者獲得であった。また、リーグトップの46二塁打を記録したほか、18、本塁打、73打点と打撃部門のすべてで自己最高を記録し、三塁手部門のシルバースラッガー賞も受賞した。タイトルを獲得して迎えたシーズンだったが、左足のハムストリングを痛め、 故障者リスト入れを3度繰り返すなど、出場は42試合にとどまった。もう開幕早々から故障で離脱し、成績が低迷。球団はマルティネスの打力を惜しみ、同年から徐々に指名打者、DH として起用するようになる。この起用方針がマルティネスにとって最大の転機となった。よく、主に DH として再びダボを発揮した。 1994年から1995年の MLB ストライキの影響もあり短縮シーズンで行われたが145試合全てに出場しリーグトップの打率356出塁率479対左投手打率433.121得点52二塁打アップス1.107を記録 自身2度目の首位打者と DH 部門のシルバーアスラッガー賞、自身初となる最優秀指名打者賞を獲得した。右打者の首位打者としては1939年にジョーディ・マジオが381を記録して以来の高打率であり、右打者として2度の首位打者獲得は52年ぶり、1936年、1943年のルークアップリングであった。 MVP 投票では、モーボーン、アルバートベルに次ぐ3位につけ、球団史上初の地区優勝、プレイオフ進出に大きく貢献した。ニューヨークヤンキースとのディビジョンシリーズでは、1勝2敗で、迎えた第4戦に、1試合で7打点を挙げるモーダを、見せ、さらに、第5戦では、延長11回裏にサヨナラとなる、タイムリー2塁打を放った。同シリーズでは打率、571、 21打数12アンダー、3ラン本塁打と満塁本塁打を含む10打点を記録するなど大活躍を果たし、以降、史上最強の DH と呼ばれるようになった。以降は、ケング・リフィー・ジュニア、J ・ビューナー、アレックス・ロドリゲスらと共に打球団から恐れられる驚異的なクリーンアップの一角を担った。1996年8月にマリナーズ史上4人目となる。 通算1000本安打を達成。は、開幕から自己最長の17試合連続安打を記録し、オールスターゲームでは、グレッグ・マダックスから本塁打を放った。アベレージと出塁を持ち味とし、まで4年連続で、打率3割100打点、100式を記録した。は、後半戦に打ちまくり、8月に、ペドロ・マルティネスから通算1500本安打を達成。 最終的にリーグ4位となる打率337を残し前年から続けてリーグトップの出塁率を記録したシーズン開幕前 MLB でリーグ再編が叫ばれマリナーズが DH 制のないナショナルリーグへ移動するという噂があったことからマルティネスはそれが現実になれば引退すると発言した DH がければマルティネスは dh のあるチームへ移らなければならないため、同年限りでの引退をほのめかしたため、地元シアトルでは大きな話題となった。37歳という年齢で迎えた、このシーズンは前半戦で打率、354、23本塁打、87打点を残し、前半戦での87打点は、マリナーズ球団新記録、最終的に140も打点を記録して、 自身初の打点王を獲得。また、前年の夏に、本拠地が、右打者に不利とされる政府コフィールドへ移ったにも、かかわらず、自己最多となる37本塁打を放った。よくも開幕から一貫して、打率3割以上を維持。7月半ばに故障者リスト入りすることはあったものの、復帰後も活躍を見せ、リーグ2位の出塁率を記録し、5度目の、 最優秀指名打者賞と4度目のシルバースラッガー賞を受賞した。2年続けてチームのプレイオフ進出に貢献し、当時監督のルーピネラからは最も頼りになる男と絶賛された。クリーブランド・インディアンスとのディビジョンシリーズでは1勝2敗で迎えた第4戦の最終回に逆転にランホン・ルイダーを放ち、チームを勝利に導いた。 左足を痛めた影響で97試合にしか出場できず、再び故障がちになった。レーもあり、引退を覚悟して臨んだよはは、145試合に出場して、通算2000本安打を達成。シーズン半ばには、自打球を足に当て、足の親指を骨折したこともあったが、球団は、その際、マルティネスのためにつま先に、鋼鉄の入ったスパイクを特注した。 最終的に打率294、24本塁が98打点、出塁率406と高成績を残し5度目となるシルバースラッガー賞を獲得した。シーズン終了後に球団側の移住もあり現役を続行した。8月上旬に同年シーズン限りでの現役引退を表明。同月10日、本拠地。 セーフコフィールドで行われた対ミネソタツインズ戦では、試合前からマルティネスに、盛大な拍手が送られ続けた。マルティネスは、同試合に3番打者として、出場、初回の第1打席に先制点となる9号2ランを、放ち、ファーもスタンディングオベーションで答えた。先制のホームを踏んだ一郎は、試合後に、一番盛り上がる打席だったでしょうからね。かっこよすぎますよね。 とマルティネスの活躍をたたえた。マルティネスは、同年に、MLB 史上20人目の通算502類打、通算300本類打を達成し、現役を引退。通算成績で、打率3割300本類打、502類打、出塁率4割、超打率5割を記録した。シーズン終了後、社会やファンへの貢献が評価され、憧れであった。 クレメンテの名を冠するロベルト・クレメンテ賞を受賞した。ラティーノ・レジェンズチームに選出され、2はマリナーズのチーム伝道入りを果たした。6月20日より、フルス・マリナーズの打撃コーチに就任。1月24日にマルティネスの背番号、11はマリナーズの永久決番に制定されることが決定した。8月12日の記念セレモニーで正式に永久決番となる。 マリナーズでの永久欠番は、ケングリフィージュニアの24に次いで、球団史上2人目。ただし、マルティネス本人が現在もコーチとして球団に在籍しており、背番号11を現在も使用しているため、セレモニー後の扱いがどうなるか、引き続き11番を使用するか、別の番号になるかは不明。アメリカ野球殿堂入りの候補者となった。しかし、 遅咲きの選手であるがゆえに通算成績に突出したものがないことや、守備貢献の全くない DH 自体の評価の低さなどから、ナショナルリーグの記者からの票が集めにくいこともあり、得票率は36.2%にとどまった。その後も30%前後を推移していたが、は、得票率58.6%は、得票率70.4%と、 徐々に得票率を伸ばしてきた。出塁率418、出場試合数2055、二塁打514、打点1261、得点1219、死球1283などでマリナーズの球団記録を保持しており、打率312、本塁打309、アンダー2247などは、 球団歴代2位である。また、DH での本類打243本は、2007年にフランク・トーマスに更新されるまで、MLB 歴代1位であった。18年間の現役生活を一貫して、シアトル・マリナーズで過ごしており、MLB では、珍しいフランチャイズプレイヤーである。地元シアトルのファンからは、エドガーの愛称で親しまれ、後半に ESPN が実施した。 マリナーズの歴史上で最も偉大な選手は誰というアンケート調査において、ケングリフィージュニアに次いで第2位に選出されている。社会奉仕、ファンサービスに熱心であり、人格者としても知られる。現役時代は率先して、リーダーシップを取るタイプではなく、科目で落ち着いていたが、後輩の面倒見が良く、2000年以降はチームのリーダー的存在であった。 ブレッド・ブーンは彼がいるだけで打線が全然違うと語っており、アレックス・ロドリゲスはマルティネスを父のような存在と話している。一郎も背中で引っ張ってくれると語っており、マルティネスの引退後には打撃に関し練り上げてきた技術を持った人、ヒット一本の味が違うというか、それぞれに味があるシアトルでエドガーの存在はとてつもない大きさですからと述べている。 DH になってからが前世紀であり、DH でキャリアの大半を終えた数少ない選手である。選手生活のほとんどを d h 専任人として過ごし、好成績を残し続けた選手は、マルティネスが初めてであった。マルティネスが活躍するまでは、DH は高打者の例が少なく、DH のイメージを変えた選手でもある。マルティネスの引退後、MLB はマルティネスに敬意を表し、 最優秀指名打者賞をエドガー・マルティネス賞と解賞した。なお、マリナーズで打撃コーチとしてマルティネスを指導したポール・モリターも最優秀指名打者賞の受賞歴があるが、この解賞によって教え子の名前を冠した賞を受賞することになった。マリナーズ球団は政府コフィールドの脇にある通りの名前をエドガー・マルティネスドライブと命名し、その経歴を称えている。 巧みなバットコントロールで、フィールド全体に打球を打ち分ける、広角打法と、死球を量産する、優れた選球眼を持ち味とした。通算打率は、右打者ながら、312の高打率を残しており、通算出塁率は4割を大きく超えている。打席では、非常に忍耐強く、球をよく見る打者で、相手投手に投げさせる平均球数は、毎年メジャーで上位に位置していた。 1990年代後半には、同じ中軸であるグリフィーや、ロドリゲスらと遜色のない打撃成績を残し、特に純粋な打撃力を表すと言われている。アップスでは、毎年安定して、非常に高い水準を保持していたが、出塁重視のスタイルから目立つことが少なく、他の選手の影に隠れがちであったため、メジャーで最も過小評価されている打者とメディアに言われた、こともある。 現役時代は選球眼と共に、重要な局面での勝負強さが光ることが多く、高打のクラッチヒッターとしても知られた。1995年のプレイオフ、2勝2敗で迎えた、ディビジョンシリーズ最終戦、リーグチャンピオンシップシリーズ進出をかけたヤンキースとの対戦で、試合は5対4のビバインドで11回裏を迎えた。ランナー1塁3塁の場面で打席に立ったマルティネスは、 ジャック・マクダウェルから、レフト戦へ逆転サヨナラ2.2塁打を放ち、一塁走者のケン・グリフィー・ジュニアをホームに返した。後がないレスの場面からチームは、逆転サヨナラ勝ちを果たし、球団史上初めて、リーグチャンピオンシップシリーズ進出を収めた。マルティネスの放った、この劇的な2塁打は、TW と呼ばれている。マルティネス自身も、同シーンを、キャリアのハイライトに挙げている。 右目が生まれつき外車誌であったため、目の筋肉を動かす運動を練習メニューに組み込んでいた。特に試合の前には、時速 200km 近い速度で、バッティングマシンから放たれる、テニスボールに書か,かれ、数字を読み取るなどし、動体視力を鍛えるトレーニングをしてから試合に臨んでいたという。DH に転向する前は三塁手であったが、足に不安を抱えていたため、 1994年頃から極端に守備機会が減った。DH 制のない交流戦などでは一類の守備につくこともあった。足の故障を繰り返す以前は平均以上の総力を持ち、メジャーデビューは大増で、メジャー初安打も三類打であった。しかし、故障以降は若い頃の膝の手術から無理ができなくなっていたため、全力疾走する機会は限られており、 大変鈍足であった。そのため、同じく鈍足のチームメイトであった、ジョン・オルルドと並んで、一郎に、各駅停車だとからかわれるほどで、試合終盤で出塁するとダイソーを送られることが多かった。一方で、走塁ミスは非常に少なく、盗塁も走力の割には気とすることが多かった。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。